プレゼント企画やってます。どうもドーゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はね、シーズン終了間際ということでこちら無課金でプレイしてるドズ2のトロアゲをお送りしていきたいなと思います。ドズ2ね、今最多トロフィーまでなんとあと1でございます。最多トロフィーが5647、今5646なのであと1勝すれば最多トロフィー更新あと1かっていう感じなんですけれどもね、デッキはいつものこちらメガナイトホグさんですね。この前ね、昨日の動画で、バルーンにしてやられたんで、対空の使い方とかね、落ち着いてやっていきたいと思います。参ります。しゃこい、タワーレベル同じ、ラッキー。ザップあるんで飛ばしましょうって言ったら相手も飛ばしてきた。これザップあるときはホグライダーも積極的に飛ばしていきたい。もう一発、あざす、ナイス、いいですね。相手はディガーで右を削ってきましたが、まあ一旦落ち着きフェーズかな。相手の方がエリクサー余ってる感じする。さあ噂すればバルーン来た。うひゃ、これは私的には左を攻めたいので一発入れない。オッケー、ナイス。あ、ウィザード振り向いてたか。まあまあまあ最低限の守りかな。んーで、ちょっと待ってよ。これでスケルトン部隊で守ってきたらザップをすぐ打ちたかったけど、そういうの中甘くねえよと。いやー、これ厄介だな。さすがに無視できない。うわー、きつい。ちょっと待って、やっちまったかも。今のコウモリはさすがにちょっとつけすぎた。ディガーもね、やっぱりレベル12とか13の D が無視しにくいですからね。ここメガナイト行っちゃうか。で、相手右からバルーン飛ばしてきたらインドラ。相手陸受け結構きつい説。うわ、バルキリーもいるか。プリンス、バルキリー、スケルトン部隊。まあ、ただここで、オッケーオッケーオッケー。この5は美味しい。さあ、相手プリンス出すエリクサーない説。もう一発もう一発、よいしょ、オッケー。ただ右は多分守りきれないので、さあバルーン来ますねと。ウィザード来る、おいしいおいしいおいしい。さあザップ合わせて、こっちももうザップで一発も入れない覚悟、オッケー。ここで過剰防衛することで相手はまた右に攻めないといけなくなるので、右に攻めるってなるとこのカウンターが決まるわけですね。おいしい、全然美味しくなかった別にいやでもいいですよ。インドラは絶対バルーンに残しとこう。でプリンスか、オッケー。でバルキリーも出してくれ、オッケー。あー、これ微妙なポイズンか。微妙なポイズン打っちゃった、微妙なポイズン打っちゃったけど、これまだ守りますよ私は。よいしょ、守って、ディガーも飛んでくる。いやー、この、あー、ファイボギリー、よいしょ、オッケー。さ、こうなると、あいつザップあったな。オッケー、ザップをタワーに使うと思うんで、ピンドル手前に、悪くないよ。さ、プリンスか。いやー、今プリンス分かったのにポイズン打っちゃった、もったいね。悪くない悪くない。あー、これちょっと待って、対空を抑えちゃった方がいいな。対空を抑え気味で後ろからメガナイト出すか。怖い怖い怖い、バルーンが怖い、バルーンが怖い。さあ、ここの、おお、このメガナイトは何、こうザップ打つよ。よいしょ、なんとかダメージ抑えて、ああ、吹き矢がやられた、もったいない。出そう、プリンスがやっぱ強いねって言おうと思ったら、オッケーオッケー、このプリンスは美味しい。いやー、入んないか、難しい、なかなか噛み合わないですね。ここを止めて、ここはバルーン警戒のコウモリも先に打っとく。なかなか右のあの800が削りきれないですね。ザップ握ってる状態で行っちゃうか、行っちゃうか。バルーンは警戒、おお、そっちからそう来る、それは新しすぎる。ザップ来るか、こっちもザップ打ちたい、こっちもザップ打ちたい。オッケー、ナイス、危ねえ。
いやー、今左にもう夢中で私右見てなかった。あー相手うまかったな。でもディガーに今ターゲットをずらしてきましたよね。バルーンにインドラが入ってるところをディガーを飛ばしてそこにザップってインドラのターゲットを変えるみたいなテクニックも使ってきましたね。そして初の5700リーチでございます。参りましょう。前回のシーズンめっちゃ頑張ってトロ上げたから今シーズンロングシーズンでもあんまり更新できてないんだよな。それはちょっと恥ずかしいことである。気を引き締めてサイトを更新していく。今日負けるまでやるわ。もう30分動画とかになってたら察してくれ。あ、でも嘘、ごめん、わしあと20分後に家を出ないといけないから30分動画が現実的に不可能。うおー、マジーマジンコ TV。 うわー、こっちのインドラが遅い。ティアがうまく生きてくれればよかったんだが、あ、これちょっとやばいかも。大丈夫、インドラちゃんと処理してくれますね。これザップ打つか。ザップ打たないともったいないよな。メガナイトがフルフルで残ってるから。おいしい。ゴーレムか。うわ、ゴレホゲ、嘘でしょ。うわ、すごい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 。待って、やりすぎやりすぎやりすぎ。それやりすぎ、それやりすぎ。さすがにやりすぎですよと。うわ、吹き矢が頑張ってるな。いや、あれだけ吹いて全然ダメージ入んない。うわー、嘘だ。ちょっと待って、にわかには信じがたい相手のデッキが。ゴーレムにインフルノドラゴンも入ってて、ホグも入ってんの。ハッピーセットか、幕の内弁当か。よし、一旦落ち着こう。でインフェルノタワーがないからメガナイトを出すんだけど、ゴーレムで受けられるから、ゴーレムで受けられた時にインドラを刺したいけど、いやー、これ際どい際どいな。今待ってからゴーレム展開した後逆サイメガナイトが良かったかもしれない。いやー、これいろいろきついわ。やっちまったか。きつい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 。人間本当にきついときは笑うしかなくなるって本当だったな。いや、そして相手ホグライダーの反撃もあるけど、うわ、ウィザードもいいのか。ワンチャン作る、ワンチャン侍。ワンチャンねえな。残り30秒でしょ。ワンチャン作ろう、俺たちの力で。いやー、いやー、無理、マジでマジで無理これ。あー、スケブ、スケブは分かってるけど、いやー、届かないか。ジジ、無理です。これは、まあこれはもうちょっと仕方ないって誰もが認めてくれると思う。ゴーレムがね、一番嫌だもう。私もうメインでゴーレム使ってるからあんまり言いたくないけど、もうね、カンストのゴーレムは勝てねえ、マジで。本当にどんな出し方してきても基本勝てないわ、ゴーレム。マイトも強いもん、もうマイトが削ってくるから。あ、負けたら終わるって言ったの、嘘ついた、ごめんなさい。いや、勝って最多更新。これも最多かかってますから、なんなら。うぃ、ペッカ。珍しいですね、このトロタイでペッカは。ペッカあんま見ないんだけどな。もう、メガナイト飛びよ、飛びよ。いい飛び。さあ、ペッカ焼き切って。このウィザードがね、結構受けづらかったりするんだよな。オッケーオッケー。結構嫌だぞ。うまく受ける。ああ、うまく受けれなかった。
しかも吹き矢お前はそっちじゃねえ。まあいいや、矢の飴使ってくれたから結果オーライ。さあいい勝負。ペッカーで来る？一旦待とう。 PPP みたいな感じかな。動かないか。 PPP みたいな感じですね。でテスラがいるから、テスラがない時にホグとか刺したいですよね、基本的にはね。ちょっとでも削る。いやーきついこれ。縦線まで回したい。ウィザード、ウィザードがこれやられないんだよな。縦線まで回して、ここはここの場がしのげればそれでええのじゃ。よいしょ。そして矢の飴を持ってるから少しでも活躍してくれることを祈って、これ多分矢の飴使ってくるよね。使わないの。正体文字さん、これやばいな。正体文字さんが強いよ。やばい。よいしょ、止めて OK。 いい、悪くない。で矢の飴使った、テスラを出してくる、見えてる。でテスラを出した後、アイスイズとダクプリ OK。 これは相手エリクサーないから決まるか。もう一発、おかわりよし、いいダメージ。いいよ。なんとかペッカを受けながら頑張ってる。あー、そっち来るか。あ、ザップ使う。矢の飴持ってるからな。一旦矢の飴を誘いつつ、もうちょい左行きますわ。相手テスラで守ってくるでしょ。 OK。 いや、いいですね、この追加は嬉しい。ペッカを守りつつ、ちゃんと後ろからメガナイトで蓋をする。あーっと危ねえ、ペッカがギリセーフ。 OK。 あともうザッポイでいこう。ザッポイで、よし、ザップポイズンでね、しっかり決めて、ありがとうございます、サイト更新です。素晴らしい。いやー、いいね。結構ね、吹き矢とか、いや、今のは結構先が見えてたから、いい戦いができたと思う。5700行きたいけどな。5700、ちょっと、もう一戦だけ行ってみる。ちょっともう僕、ほんと、家出ないといけない。やばい。クラロンあるある。お、ゴルタケ。名前がいかつい。そう、家出ないといけないとか、寝ないといけないとか、なんかしないといけないけど、クラロワが面白すぎてなかなかやめれない現象に名前をつけたい。カッパエビ戦現象、やめられない止まらない現象ですね。うーわらわらが来ましたからの、よいしょ。デミズが今いないということは、クイズも出しつつ、いや、これちょっとザップは間に合わねえか。ミニペ、いい位置。いやー、ベビー強いな。ベビードラゴンがお強ございます。それからのグライド足すか。いや、ちょっと待って、この足しは調子乗ったかも。ピンチ。たまにね、調子乗るからね。ザップとか打たないでよ。ギリセーフ、危ねえ。まあ、ギリセーフもセーフの意味がよくわかんないけどね。エリババは一発がでかいから。うん、あのカウンターが怖いな、やっぱり。エリババ久しぶりに、ってか、エリババの金色ってもう、極まれるじゃないですか。チンパン、ここに極まれる。ここはゆっくり取って吹き矢で処理。痛いな、
シンプルに。でででん来るよな。それはそうだと思う。よいしょ。ベビドラが強いんだって。でインドラが来る。オッケー。インドラベビドラの組み合わせが本当に強いですね。こいつらが、こいつらがマジで厄介。1ダメージも入れたくない。ファイブあるんかーい。エリババア、いや一発も入んない、一発も入んないはなしにしてくれよ。必ず一発入る仕様にしてほしい。ホグライダーが、いやー、はい、ということでいやー、まあでも5700リーチの戦いで金色のエリバワと戦えたことは、光栄に思う。はい。何の光栄かよくわかんないけど。いやー、ドズ2な、もっと伸びしろあると思うんだけどな。やっぱこう、いけるって思って、あ、今日来てるわって思うときほど、なんかもう最後心折られて終わるというパターンが多いんですけれども、私はもうね、家を出ないといけないと。いうことで、本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ドズ2今後も頑張っていくんで、ぜひね、ドズ2動画、いつもね、ドズ2の動画は本当にコメントが多いんで、今日も皆さんコメントしてちょということで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。この動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。